チェコのコバリコーバ、ノボトニーペアです。ベネティアーノの曲に乗ります。まずリフト、ダブルスプリットツイストリフトですね。ダブルアクセル、ヘッドリフトです。近づいていった。4つの要素が終わりました。時間は2分40秒。スパイラルステップ終わって、今度はペアのコンビネーションスピン。ちょっと足が乱れた。デススパイラル。8つの要素を演じ切りました。コバリコーバ、ノボトニー。ちょっとステップで五十嵐さん乱れるところがありましたが、ただ全体的には非常によくエッジが滑ってましたね、ですからスピードもありましたし、また素晴らしかったのはジャンプなどを飛んでもですね、2人の感覚がほとんど変わらないという、ユニゾンという、ドイツ製というんですか、非常によく揃ってましたね。世界選手権今年の春第6位に入っております。このペア空中で完全に2回転回って女性を下ろしてきてます、非常にいいダブルツイストですね。受け止めた後で下ろしてますね、はい、そしてペアのこれはペアスピン、形を変えてきますね。これはポジション変えてからもスピンの回転の、速度が落ちないという非常にいいスピンです。リクワイアドエレメンツ、得点が出ます。 5.2、 5.5、 まずエレメンツ、規定されたジャンプやスピンの要素、その正確さです。 5.3、 5.5、 5.5、 比較的5点台の前半というところですが、この点は五十嵐さんどうでしょう。そうですね、滑走順がちょっと早いということでですね、若干点数控えめなんじゃないかと思いますね。いやいや抑えられた、はい。そしてもう一つプレゼンテーション、音楽にあった調和の取れた構成、独創性を見ます。2人の調和、ユニゾンもここに含まれます。